で、この技術は、あ、まあその前に、まずこの日本創世会から話すと、1761年のものでした。1761年ですね、中国福建省というところがありますね。福建省に幻のお寺があります。で、その名を少林寺と言います。まあ、なんかね、映画で有名になりましたけども、あと、総道心さんがね、多度寺に少林寺拳法というね、流派を立ち上げたので、それもまた有名になりましたけども、少林寺と。で、この少林寺で、ある和尚さんがいますね。高和尚、和尚さんですね。高和尚さんが、当時ですね、中国は、明というそのから清にこう移動した、政権があって、で清朝というね、清の朝廷ですね、清朝と言われる、まあ、日本では、大和王朝ですけどね、中国は清朝ですね、清朝という時代に変換したときに、すごくこう、アゲンでボケたりとか、イギリスが介入してきて、国がこうなってくれば、要はあまり今までの歴史上でもあまり良くないと民間の人たちが思うような時代を迎えてたんですね。で、その時にやっぱり明の時代って良かったよねって、なんか今ちょっと変な時代だよねということで、反清復明ということで、清の政府には反対ですと。でも明の時代が良かったよねと、それを復活させようっていう運動が起こりました。その時にできた、暗号みたいなのがあるんですよ。互いに挨拶する暗号で、それがこれです。よくやりますよね、中国映画で 100% 出てくるんですね。これ反清復明というの、明に使える。要はこっち拳は、火を表します、こっちは三日月を表します。これ明という字です。反射国という意味ですね。で、後にそれが陰陽統合とか、ここで和を表すとかっていう、まあ、後のそういう意味に変化しましたけども、あと、民復活を祈るとで、そういう、まあ、暗号みたいなものを、が中国中に広がった。で、それを広げたのがこの少林寺と。で、この高和尚さんの、下に五祖、五人のお弟子さんがいました。で、これを、まあ、豪華五祖と言いますけども、まあ、この人たちがこうごそっと福建省の少林寺で、ごそっと稽古をしてたということで、だから幻の少林寺と言われてて、みんな知ってるのは大体福建じゃない、スーザン少林寺なんですね。河南省スーザン少林寺がこうテレビで出てるんですけど、あっちは武術とかやってないんです。こっちが、実は本当です。で、武術自体が、武術自体がいわゆる格闘技とは違うので、格闘技は格闘する技術なので、で発祥は、殺すようですね、コロシアのギリシャの、まあ、イタリアの殺すようですね、コロシアですね。で、コロシアムで何しとったか言ったら殺し合い、だからコロシアムっていうかどうかは分からないですけども、コロシアムで殺し合いをしてました。で、誰が奴隷がです。で、奴隷が、ある枠の中で殺し合いをするというのがから、始まったのが、レスリングとかボクシングとか、キックボクシングとかっていう、そういう、まあ、裸で同じ条件で殴り合うみたいなパターンですね。だから、奴隷で、負けた方は死ぬわけですから、そのまま生贄として神に捧げられるというパターンですね。っていうのが、格闘です。で、武術の場合は、どうやって発祥したかっていったら、神直という、神がから命令があるんです。要は、まあ、地球か太陽系か宇宙か分かんないですけど、この主催神が、人間を作った理由はこういうことやでっていうふうに、ね、君らの存在理由はこういうことやでっていうのを決めてるんで、それが神朝です。
でその進捗を成就させるためにその地球のトップの人、地球のトップですね、地球のトップの人がその進捗を成就するために周りにお月の人、一番近い実行部隊を作ったんです。それが武術家です。でその人に、その下に、農民とか工業人とか商業人がつきますね、武士と。死の交渉は、武術家の下の存在ですね。だから、最も、天皇とか王に近い存在が、武術家です。でも天皇や王にはならないです。なぜならば、戦略を組んでその企画を実行して実体化させる、影の存在だからということですね。だから武術が表に出ることはまずないんです。だから皆さんが知っている武術っていうのはおそらく全部格闘技のことだと思います。武術は表に出ることはありません。で、ただじゃあどうやって伝承するのって言ったら、師匠が弟子を選ぶんですね。そして意思相伝するというやり方で伝わっていたと。でしかもその伝わり方が、何で伝わったか言ったら3つの方法ですね。